ちょっと今緊急事態でリアルにガチで身動きが取れなくなって、深夜の今2時53分なんですけど、マイスさんに連絡して LINE でちょっと来てくれってことで、マイスさん寝てたんですけど、なんとか起こして無理やり取り上げてきてもらって、今カメラ回してる状態なんですけど、なんと30分ほど前にゴキブリが出たんですよね、僕の家に。これも僕が風呂入ってシャワー浴びて寝ようかなと思って、ちょっとなんか喉渇いたなと思って冷蔵庫行ってて、暗かったんで冷蔵庫ところね、普通にまあ冷蔵庫かけて飲み物取って振り返って帰る瞬間に、なんか黒い物体がサササササって台所の、なんていうかな、棚の上の間のところを動いてるんですよ。もう俺一瞬それ見逃せなくて、俺はそれを、俺そうです、こんなんマジで、こんなんなんマジでリアルで、やばいと思って速攻でバッ電気つけてってなったら、テラフォーマーがいたんですよね。完全なテラフォーマーがいて、しかも結構でかいやつがいまして、もうそこからね、もう身動き取れなくなって、どうしようと、とりあえず前さん連絡して、前さん寝てたんですその時、起きないんですよ、 LINE してで、もう LINE 電話かけても起きないんで、もう直接携帯の電話かけて、電話番号の方にで、なんとか前さん起こして、ちょっと来てくれって言って、前さんいいよ、さすがにもう今度来るんで外すし、いや、もう行けへんって、これマジ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 そんなんやったら、行けへんって、いやいや、もうそんなんじゃなくてみたいな、じゃあもう俺もうこれ放置して寝るしかない、大丈夫かって言って、いやいや、もうそんなん行けへんってね、コンシェルジュとか電話して何とかなるんじゃないみたいな。で、家に殺虫剤が何にもなくて、ゴキブリが出てくると思ってなかったから、それを想定してなかったから、で、コンシェルジュに電話して、ゴキブリ出なくて何とかしてくれませんか、助けてくれたいって言ったら、男性の50歳ぐらいのおじいちゃんが来て、殺虫剤持ってきて、あ、どこですかね、ここ出たんですよね。って言って、ちょっと俺が目にしたらしい、ゴキブリが消えろって。で、探してもらったんやけど、おらくなっとったわけ、ゴキブリが。で、コンシェルジュが殺虫剤を置いて、今もこの奥に殺虫剤が置かれて、ポツンって置かれて、ゴキブリがこの向こう側にいるという、今状態で、なんとかしたいと。もうこれさすがにきついと。もう寝れんと。この状態で、ゴキブリがもうリビングにおる状態で寝て、朝起きて、リビングに行ったらゴキブリがおるかもしれんと。この状態では俺も安らかに眠りつけへんと。いうことで、業者調べまして、ネットでも。なんとか24時間対応してくれる便利屋とかおらへんのかなと思ったら、あったんですよ。ゴキブリとかさ、シロアリとか、24時間駆除対応してるところ。すごい。で、もう電話かけて、何回もなんか結構機械の音声で、なんかずっとなんか、どこの地域ですかみたいな感じでナビしながら、まあ、うわーって10分くらいやって、電話繋がって聞いたら、今から1時間後くらい。だからもう残り40分くらいかな。で、到着できるんで、ゴキブリ退治、プラス、今後出ないような対策、両方しますと。ただ値段は、ちょっと高いです、みたいな。4万5000円かかりますって言われて、高っ、まあ、ただ全然お願いしますって、俺もう俺の中安いで、4万5000円で平穏な睡眠が手に入ったら、もうこんなことないと、ちょっと高いと思って、リアルに頼み込んで来てもらうことになりました。でもうさすがにゴキブリ駆除業者来てもらえたら、もう YouTuber 騙してることで動画にした方がいいんじゃないかってことになって、マイさんもさすがに動画するやったら、まあもうじゃあ俺も行くわってことで今駆けつけたっていう状態で、マイさんこの扉の向こうどうなってるか分かんないのは普通なんですけど、もしかしたらゴキブリが顔出してるかもしれないですよ。顔出してたらもう業者いらんやん。あ、今後の体重が多分あるわけ。1匹おったら100匹おると思えっていうのがゴキブリやから、俺はもうその状態で、つまりは俺引っ越そうかと思ったもん、ほんまにリアルで。クライマーとか追い込まれとって、俺の状態どんなやったかっていうと、マイスターに電話されながらずっと俺覚えて、こうやってこうやってずっとこの扉開けてたで、隙間におったよ、ほんまリアルずっと見張っとって、それでもう見逃してもらったわけやもんな。で、もう業者のとか安心感によって、さっきあの寝室で1日外出力班長呼んどった、普通にLINE漫画で、あの会社の班長が1日だけ外に外出して自由奔放に楽しむみたいなやつをやっとったんやけど、ちょっと今心落ち着いてきてます実際。たださっきまでガチで恐ろしい汗かいて、家に一人の状態でゴキブリ出てたなんて、もう本当にもう僕何年ぶりとかなんですよ。関西の家にいた時以来なんですよ。とりあえず来る前に見てみる、お前いける、俺はこの前何まで行くから、これマジで。それぶっちゃけ分かれへんから、実際そのどんな状況なのか今。ゴキブリが出たっていう、しかもこんな広いところに。一回開けてやっとるよ、それ。ワンチャンでバン来るかもしれないから、もうそう、怖いな、ほんま。でもおらへんやん、もう。その、白い、あれやん。台所の白いやつあれやん。あそこ食器洗い機みたいな。ああ、この。あそこと、この右の扉で。そこの、隙間。上の隙間やん、この。そこにおったんか、その、もっとアップして、アップして、アップして。そう、そこの隙間だったね。これマジで。で、そのコンシェルジュの人も結構さ、こんなとこにゴキブリおる。おってんのよ、ほんまリアル。これマジで。で、俺すら開けてもらって、コンシェルジュの人に。でも、おらんかったんか。で、コンシェルジュの人曰く、騒いだりしたら、もうゴキブリの中入ってまうから、多分見つかんないですよ、みたいな。で、俺なんとか粘ってんの、5分ぐらい。さすがに退治できないんで、みたいな。お願いしてもいいですかって言ったら、いや、でもこの出てこないですよって、なんとか5分ぐらい探してもらったけど、結局出てこずに、現状なんで。ちょっと、まず開けていって。いやいや、無理。いやいや、お前退治できるって言ったん、自分で。電気と電気、いったねんすよ。さて、じゃあ。下げて軍手とかないと無理やん、ないでみたいな、こんな家に。で、俺カビキラ、もう俺ゴキブリ駆除のやつなかったからカビキラ買ってきて、何度かこれ倒そうかなと思ったぐらい、顔やんこれ、リアルに恐ろしく俺汗取って。でもこれで倒してくれ、行くしかない。
え、おらへんねん。おらへん、だから、うわぁ、うわぁ、どうした？あ、いや、どうした？足痛い。どうした？いや、カサカサした音しただけやった。ええ、カサカサした。いや、分からんよ。マジで、お前、ちょ、待って、ほんま折れへん。マジで、やばい、普通に。マジで俺ずっとここおったやんか。俺、さっきまで行った。30分間ずっとこの会社おったやんか、こうやってずっとここで見とったやんか、俺ずっと見とって、コンシェルジュ電話しとる隙に目離さ消えよったやん。わかる？この状況、恐ろしい状況。このカサカサ言ったのか。いや、この辺なんかカサカサした音がしたんや。こっちでもこっちにおるわけないやん。あ、まあ、いや、もう本日ってもうきついっす。これどうしよっかな。業者に任せるのが一番ぶっちゃけいいもん。確かに業者のプロの技見せてもらおうかな。めっちゃ俺めっちゃ汗かいたの分かるから、見て、ほら。いや、分からへん、パッとカメラで捉えて。いや、これちょっと濡れたの分かるやん。ちょっと濡れたの。あ、ほら濡れた。めっちゃ汗かいた。やばいな、マジで。ほら濡れたぞ、ほらほら、これほら、ここ、はい、これちょっと汗かいてみて。俺普段汗かかへん。リアルにおるから、これこの動画見る人は俺演技なんじゃないかとやるなんじゃないかと思うかもしれんけど、これガチやから。こんな広い出てこられたらもう、いや無理やって。ほんまにもうこんな家でゴキブリ出るんや。ちゃつめっちゃつめっちゃつ、やばいやばい、怖っ。でもでかいってたもんな、結構な。いや、でかいです、もう結構大変。一回その整理した方がいいや、ほんまどっかおるかもしれんから。ちょっと片付けよう、俺一回カメラちょっと回しといて、ワンチャン出てくるかもしれんから。ほんまに俺はもうさ、もう何もできんから。こういうの置いとこうかな、カメラ。一回閉めろ。いや、意味わからない。マジで。はい、業者さん来ました。もうちょっとで多分入ってくるんですけど、こっからゴキとの戦い始まりますね。そうですね。ちょっともうこれね、ゴキブリが出たことによって気分悪くなってきて、ちょっと今めちゃくちゃ貧血起こしそうなの、リアルに。めっちゃ気分悪い、マジで。めっちゃ首がめっちゃ重くなった、急に。なんかやばい、マジで気分悪いけど、ほんまに。ほんまに早いのを縛ってほしい、あいつ。あの、見たよ、早くも。俺は恐怖のどん底に陥れたあのテラフォーマー、マジで、あいつ、ほんまに生きのに止めたいな。これで探して見つからへんかった時、最悪やけどな。来た、来た。もう来ます。よっしゃ。俺は何もせんけど、やれていこう。どこにおるか、ほんまに結構奥の方に行ったかもしれんからな。いや、まあ、どうするやろって、奥の方に行っとったら。で、奥の方でどこなの、まず。いや、わからへんけど、その食器洗い機も結構、この辺にドキルが出まして、もうそっから見当たらなくなったみたいな感じなんだけど、おそらくこの辺にどっかにいるっていう感じなんです。結構でかいんですよね。これって見つけられるというか倒せるもんなんですかね。いたら。ゴキブリの恐怖心ないですか、もう。あ、待って、待って。どうですよね。それあったらやばいですよね。なんかその食器洗い機の中とか結構入り組んでて、ワンチャンそっちいるんじゃないかって説もあって、まあでもどこにいるかほんと分かんないですよね。ほんとでかくて、怖すぎて何もできなくて、ちょっと。これ見たんですよね。そうです。この中ですか。この辺に見ました、上の。その辺です。結構でかいですね。そっちの中身じゃ大丈夫ですか。あ、全然大丈夫です、もちろん。後で洗ってください。はい、何かしてます。それぐらいのレベルです。でもここにおるのは間違いない。でもこれを開けていただく、これコンシェルジュ読んで開けてもらった方がいいんじゃない。どこなんか手、俺でも開けたことないやん、ここ。この中がね、結構ね、うわ、これ怪しいんですよ。こんなん、ここめっちゃ怪しくない？怪しいけど、これ逃してんのほんまに痛いな。そうなんや、マジで。もう一回見せた時に逃したのがでかくて、どっかなんか狭い道があって、もうその中入っちゃってるって感じもあるんですよね。そうですね、入ってるってことは出てる可能性もあるんで。これ一匹いたらでもやっぱり何十匹とかといるんですか。いや、そういうわけではないですか。そういうわけではないです。いるかもしれないですけど、ちっちゃいのがいたらそんなに可能性あります。あ、でかいの一匹の可能性あるんですか。でかいのは1日1キロぐらい動くんで。え、1キロ動くんですか。割れたばっかりのやつだと近くで繁殖してる可能性はあるんですけど。1キロ動くってもうとんでもない距離から来てる可能性があってますね。じゃあ、あ、そうです、そうです。えー、まあ、でも直線で1キロではないんですね。なるほど、なるほど。これで死んじゃってる可能性はあるんです。中で今、まあ、これで、まあ出てくればいいんですけど。しかも冷蔵庫とかでもワンチャン、そのそっちの下の場に降りる可能性はあるんですか。ここ、そう、だってそのもう結構殺到感、時間が動くぐらいの人は動けるんだなと思って。こんだけやって見つからなかった時の怖さやばいだよな、これ。全然あげる、あげるやろ。出てってくれ、もう。見つかない、安心できるもんな。ちなみに結構こういう依頼ってするもんなんですか、毎日。ええー。やっぱゴキブリ苦手な方多いってことですよね。多いっすよ。そりゃそうっすね。もう僕も出た瞬間、震え止まらなかったですもん。最高、どれぐらい家からゴキブリ出てきたことあるんですか。数ですか。数です。数百とかじゃないですか。数百ですか。はい、全員殺したんですか。いや、それはあの駆除の依頼じゃなかったんで。え、お部屋の中で片付ける依頼だった。え、そしたらゴキブリ100匹いたんですか。100じゃ多分済まないんじゃないですか。え、数百やった。それってどうするんですか。全員殺虫剤で。いや、殺さないです。もうそのままゴミに捨てます。へえ、それ生きてるんですか。生きてますよ。やばっ。殴られないぐらいいました、ね。
どういう光景なんやそれで。やっぱうわって出てきた瞬間ってうわ気持ち悪いってやっぱなるんですか、さすがに。いや気持ち悪いとはなんないですよ。あ、いるなっていう。へぇ、こんな汚かったら言うだろうな。言うかんすね、もうちょっと一家に一台欲しいっすね。一家に一台欲しいっすね、本当にもうゴキブリハンターとしてずっと成長しといてほしいな、もう。なんか助けてほしいっすね、マジで。ゴキハン、ゴキハンとして。あ、家地球ってことになったらゴキブリの数すごいやんか。まあそうっすね、地球上で一番強いですから。この奥がすげえ怪しいんですよね。ああ、隙間ですか。うん、確かに。これね、開かないんですよ、もう。あと、ここの奥だったり。ああ。通るわ。もうここやん、絶対もう。絶対そこだもんな、これ。めちゃめちゃ怪しいんですけど、しましたね、入れちゃったんで、奥で死んでる可能性があるんですよね。そう、奥で死んだ、ずっと奥で死に続けてるってことですよね。そうですね、奥で死んじゃってたら。で、その食器、あれ使わない方がいいっすね。いや、なんか言った方がいいんじゃない、この業者というかさ、リョンで。出せるかな、取り外した方がええな、いらんもんな、もう。まあ、あんまり入れてないから、欲しいんで出てきてくれればいいんですよ。みたいな、どうなったんや、これ。ちなみにな、怖いわ、これ。確かに、見たことない、俺もこれ。あるぞ、これでも。いや、ないと思うな、これは。いや、ワンちゃん分からん。しかもでかっもん、冷蔵庫。こんだけでかいこれ。奥行き。こんな奥行きあるんや。でかすぎん。おー、終わった。え、何があるのこれって。なんかある。え？なんか、でも違うよね、これ。ゴキブリ？いや、ゴキブリじゃないんじゃない。わからん、見えへん。え、大丈夫、大丈夫。なんかあるよな。暗闇に。ゴミじゃないですか。ゴミか。ゴミです。あ、おらへんな。すげえ、これが入っとったんや。新事実。後ろこんなんだってやったんや。このぐらいに。めっちゃでかい。めっちゃでかいな、これ。なんやこれ。でかっ。奥深すぎやろ、これ。僕が脱走してくるの見逃さないで。苦しんだ顔で出てくるの待っとったんや。ええ、それなんですか。これ、糞ですね。え、これだ。ええ、こっからすか。あ、ここからだな。これ。そんなとこに。この黒いの糞っすね。ここにいたんです。確かにここ糞ある。マジで。ほら。怖っ。怖っ。ここ埋めれば入っていかない。よっしゃ。どうやって埋めるんですかこれって。まあ粘土で埋めますよ。あ、ありがとうございます。ここなんや。怖っ。すごっ。そっから来たんや。ちょっと鳥肌立ったもんさっき俺。うわ、でもすげえ。やばいっすね。ゴキブリの糞からゴキブリの生息地を。本体が見つかってんの。最も怖いわ俺からすると。そこにじゃあ、そういうことですか。いるかもしれないですけど、出てるかもしれないで。でもここを言ったらその殺虫剤撒いて粘土で固めちゃえば、まあ、からもう出入っては来ないですけど、ジンクの中とかにいたらそいつはもう出れないですね。そいつ一匹倒せばもうあとは解決ってことやな。そう、ここしかないんだから。すげえ、結構糞があるから。ここが一番めっちゃ汚い。これありますか。ティッシュみたいな。めっちゃ汚かったよ。だってうわ、ほらめちゃくちゃ糞があるってことね。何人しかいたんじゃないですか。あー、もううわー、もうぶっ込むな。いやいや、それないって。ほんまに、もう絶対ないっすな。マジでそうやろ。俺が住まいじゃん。だけど、ここすごいいい作りですよ。出にくい作りですか。出にくい作りですよ。ほら、やっぱいいんや。だから、本当にアンラッキーとしか言いようがないっす。こんなに入れない意味はなかなかないっす。そうなんすか。大体この下空いてるんですけど、空いてなかったんで。ちょっと俺んとこも来てもらおうかな。出る前にだからやっとくべきやん、ほんまに。確かに業者呼んで。これ僕の家にも来てもらっていいですかね、頼んだら。あ、大丈夫ですよ。来てもらおう、マジで。俺来たよ、俺。ほっとかった、俺。うわ、ファインプレーや、これ。だ、俺侵入経路が怖かった。俺はドアの入り口から入ってるとまずありえへんと思って、こんなん。まあ絶対ありえへん。で、俺は考えたのは排水溝とかそんなのあるんかなと思ったわけ。でもそれが見つかるの無理やから、もうそれ見つかれへん、永久に入ってき続けるよ、はい、それ怖いなと思ったら今回まさか。俺ほんまに呼ぼ。いや、もうマジで神やわ。明日が明後日絶対やぼ。これ絶対みんなやった方がいいんじゃない、ほんま家に。いや、もちろん高いから言っても大抵。いや、もちろんもちろん。ゴキブリがほんまに無理な人はこれやるだけでゴキブリの恐怖から解放、ストレス振り。西野氏が対応してくれてすごいよ。安心すぎるやろ。確かに安心すぎる。ちょっと心晴れたもんな。いや、確かにここしかないってことですもんね、もうほぼ侵入経路が。そうですね、このマンションだとここしかないっす。まあちょっと他にも見てみますけど、ね、ありがとうございます。こんな亀おるんや。入りになるわ。だって一回大金かもしれんけど払ったら今後のゴキブリの出る頻度が絶対的に減るって。絶対出てこない。出さへん絶対。俺はほんま固まった今。もうでも2度目出てきた時俺ほんまにもう引っ越しかけてるレベル。いやいや、それは絶対それ一回が出てきてるそいつが。まあ眠ったりとか、そいつがもし生きてたらそうなる。そうそう、そいつが生きてたらもうそいつ仕方ないけど、2匹目出てきたらもう無理や。
すね、それは。すごい、ここ全然わからなかったもんな。なんでそこ開け取ったやんか。ここは開いてるとかあんまないんですけどね。恐ろしいわ。ガス管とか水道管がどうしても壁の裏と繋がっちゃってるから、ここはどうしても隙間開いちゃうんですよ。ここを防いだからって何か問題が起きるとかもないですか。特にないですよ。じゃあ絶対防いとくべきやな。これから業者の人聞いとってるんですよ。冷蔵庫業者裏管理した人間、あ、マジでそこ防いで、世の中のもうそこ管理しとる人、粘土で頼みますよ。粘土で防げるってすごくない。いや、マジでそんな幼稚園でもできることないからやっとてくれよ、マジで。あ、ゾーンも入れちゃうんすか。ここ入れちゃいますね。絶対防いでもらうとこだな。ふんとかはないわけですね、まだ。ここはふんないですね。さっきのとこが 100% じゃないですか。ふんがあったってことは 100% やもんな、もう。これで上から来ることもあるんですよ、こう上の隙間から。ないっすよ、その。まあ、上の隙間は壁の裏に繋がってないから。あ、なるほど。今、床下と壁のマンションの内蔵側に繋がってるところは、まあ、要は外なんで。なるほど。ここは、わかりますよね。はい、わかります。開いてますね、隙間。そんなちっちゃいところからは、この前って入ってくれるってことですか。そうです。これ防げないですかね。この粘土で埋めちゃいます。あ、粘土めっちゃ強い粘土の売り上げ上がるんじゃない、これ。そういう部分的なところに全部敷き詰めていくだけで。なんでガムテープで背負ってみたことですね。まあ、そうですね。ただガムテープの場合は若干隙間空いちゃうから粘土が一番。なるほど。粘土めっちゃ強いわ。確かに粘土の使い方が一番ほんまあれでしっくりきたな。一番粘土うまく使ったことは、粘土って何のために世の中にあるんやろうと思ったけど、作品作りこれなんや。粘土の使い方って本来ゴキブリを防ぐんや。本当にこういういいマンションだからこんだけ少ないですけど。なるほど。アパートとか一軒家とかだともう塞ぎようがないですよ。詐欺用がないんや。ここめっちゃええやんじゃん。高いところは防げるんや。よかったんや。なるほど。新築のマンションとか鉄筋のマンションとかだと防げますけど。なるほどね。やっぱ木造は。あ、木造怖いな。僕も実家が田舎なんでめっちゃ虫とか出てくるんですよ。ゴキブリだけはあんま出てこなかったよな、家には。ああ、まあまあ。僕兵庫県です。兵庫県出なかったんですか。あんま出なかったですね。カメムシは出てたんですよ。ゴキブリはあんまり家に出なくて、めっちゃもう村で山と田んぼなんですよ。クモがいなかったですか。クモいました。クモが食べるんで。クモってゴキブリより強いんや。あいつ勝てる？クモがいるとゴキブリ出づらいっすよ。クモ絶対買うべきじゃない。殺したかんな、絶対。やっぱクモって。クモ絶対殺したかん。クモ別にええやん、何もせん。ちょっと気持ち悪いぐらい。ゴキブリも何もせんけど、ね、ただあいつなんかちょっときついやん。なんか分からんけど、でかいし。ゴキブリ臭くなりますから。ゴキブリはきつい。ゴキブリについての知識ってどっかで学んだんですか。いや、学んでないです。やっていくうちに覚えたというか。はい。ゴキブリのプロやもんな、要は。よかった、もうこれ絶対覚えてる。ちょっと寝れるわ、これで。やっとゴキブリの風味つけて特定したのが結構でかかったな。いや、すごい、ね、いや、これでかいよ、ほんまに。あの冷蔵庫の裏、裏な、あれ出せるんやと思ったん、まず俺。それよ、そもそもあんな裏あったんやみたいな。怖と思ったもん、ちょっと俺。何があるんかと思って。あそこに戻っていった可能性が結構高いっていう。館内すぐ1時間ですもんね。1時間だからどこに行っちゃってるか。ここの下がどうなってるか分かんないんですけど、こういう風に止まってればいいんですけど。外せへんのかな、これ。あ、こういう感じで。で、あとここがこっちと繋がっちゃってるから。ここも怪しいな。でも、ふんがあったのは冷蔵庫ぐらいけど、ここも怪しいっちゃ怪しいですね。床下に繋がってるのがさっきのとこじゃないですか。で、ここも全部同じとこ繋がってるから、だから、下と繋がってるところは入れちゃう。この下がやっぱ見れないから、で、こういう風にちゃんと埋まってれば。いいですけど。確かに埋まってますね、これ。開いてるのがここだけだったら、ここからしか入れないんですけど、ここも開いてたら、ここから入れちゃうってことですね。そうですよ。だけど、この作りだとやっぱ、ちゃんと作られてるから、大丈夫そうな感じはしますけど、取れないんで、これ。もう分かんないですね、それは。取りてぇ、ここ。まあ、仕方ないですね、ここじゃ。何もできないですよ、ここ。ここって、この下が隙間空いてるらしくて、なんか、ここ手つくの隙間が空いてるらしくて。外れんのかな。あれ、あ、なんか外れる。外れるんですか。何それ。なんかめっちゃ引っ込みあるやんけど。なんか折りそう。なんかめっちゃ折りそうやん、ここ。これはもう塞ぎようないっすね。見えます、奥。ああ、なんかあるっすね、その奥。そこ粘土で埋めちゃいないってやろ、しないんですか。いや、見てもらえば分かると思うんですけど、はあ、埋めれないっすね、これ。入り組みすぎてて、あの子外れるのあったよな。隙間があるってことがやばない。床下とがっつり開いちゃってるから、そっからもどんどん入ってくるって可能性あるってことね。まあ、入れちゃう。そう考えやばいな。そっから入り方だよね。そこに風呂もないですか。見当たんないっすね。今度だから隙間埋めれたら全部防げるな。この最初のところやろ。うん、ティッシュとかもうわ詰めとったら、なんも無理や、無理やあそこ稼いでたらびっくりしたもん。名探偵来なかったもんだもん。こんなとこに盲点があったんや。なんか気をつけることってあるんですかね、ゴキブリに関しては。気をつけようがないですよね。まあ、そうですね。毒餌は設置していきますけど、難攻不落の城を作るんでやっぱむずいんや。一向でも侵入経路を買ったわけやから。でも、もうほんまもう韓国間の戦いで、キングダムいうところの。これ大きい戦いで、ここに勝利したい。もう何度か勝利収めたいな、これ。なんかめっちゃうまくいって、うわーやったーって思ったところで、今長藤が死んだぐらいな。クソーみたいな、毒って正解の毒でみたいな、そういう感じや、マジで。クソー
でここでやっぱだから歓喜軍がもう言ってくれない、ちょっと今もう式上がってこへんな、もう完全に解決したと思われとったから、事件に迷宮入りしそうやもんな、迷宮入りはしてないで、もうこれマジでまたちょっとこれ真の黒幕がおったみたい、出てくるわこれ絶対、またカリレードラマって一番熱い展開やけど、出てきたらコンシェルトとか言ってもう全部外させてよ、一回そこのレベルで全部防ぐ、ゴキブリをすまれへんと、お金何もかかってみたら探してくれって言って全部防ぐしかないやん、ゴキブリ出たって事実があるから、ゴキブリが出るやなんてすまれへんから、夜も眠れへんよ、安心して、雪国住んだらいいんですよ、引っ越し北海道に、北海道はきついやろな、ゴキブリなんか出るんや、28年間聞いてゴキブリが家に住んできたから、ゴキブリの恐怖にさらされることなんか聞いたから、ちょっとほんまにきついな、結構なでかいサイズやったからな、完全なテラフォーマーやったな、あれはジョージおさクラスのやつだったな、あいつ、そうっすよね、そうっす、そこってガムテープ貼るだけで防げたりしないんですか、うわね、レントじゃどうしよう、板はだからもう私作り直してもらうとかしかないですよね、もうだから内装工事の話になっちゃうから、見た目パッと見埋まってますけどね、確かに、でも実際空いてるっていう、実際はこんだけ罠ですね、これ本当に恐ろしい罠やな、なんでこんなとこ手抜いたのかな、言った方がいいな、これもう、もう完全にこうすもんね、だから要はこいつの問題なんですよね、やっぱね、これだから撤去してもらって、普通の引き出しみたいにしてもらって、邪魔やもん、でこう撤去するときに奥のこの配管の下埋めちゃってもらった方がいいと思います、これまず根元を、でもこいつの問題ですよ、だからこいつがあるからこのまま防げなくてここにくっつけるしかないと思うね、ですね、今日パイキッチンになったから公園に続くぞ、埋めるとこがリアルガチで、これはもうゴキブリと出会う出会わへんと、出てくる出てくるって絶対埋める、もうこれはもう進んでいく上で、まあ、これはいらんもんね、使ってないから、気づいてしまったわけやから、この穴にこの城の穴に気づいてしまったわけやから、ここから攻め込まれるけど、油断したら、うん、これだからサイダーわけよ、ここは攻め込んでるよ、リボフ軍が今にもな、攻めを通そうとして、まさかこの城が攻め落とされるなんていうことはあってはならないやろ、こんな警備セキュリティちゃんとしたのに、ゴキブリだけは、そうそう、三段セキュリティもゴキブリには全く必要せんっていう事実がある、判明したわけよ、確かに恐ろしいぞあいつら、ほんまにセコンも反応せへんわけやもん、セコンが入って意味ないぞ、ほんまに、いや意味悪い、ゴキブリ制限なんて無理やって、ほんまに怖すぎるわ、もうそう、だから人からの恐怖っていうのはもう減ったかもしれんけど、虫からの、結局ゴキブリよな、別に蜘蛛が出てこようが蜂が出てこようがそんなにビビらない、蜂の方が怖いそれは、俺蜂の方が得意やもん、全然蜂だったら殺せるもん、気付けて、ただゴキブリは無理よな、フォルムが無理よな、描写読んでゴキブリが出れへん城を作り出すと、これはもうついもうミッションやるでしょうね、まあただそれはもうこのオーナーが許可するかですよね、許可はするんじゃない、そこを撤去するのは OK やるって、それはこっちの勝手やから、まあお金を払えばできることやと思うな、できるんだ、どれぐらいかの分からない、まあ、すげえ、これ何ですかそれ、えこれ毒液だ、毒液だすか、うわ毒液だ、強っしげ、怖えなんかこれ、毒液だやばい、ええ毒液だ、それ 巻いてるってことですね、もう置いてます、ジェル状の毒液さ、それ食べるってことですか、食べれば死ぬんで、ええー、強っ、一匹のゴキブリを巡る戦い、これはマジでマジで、もう見つけるまで俺はもう徹底的に追求するで、おい締めてやんねんって、こいつらそのレベルや、出てきた瞬間行かれるじゃんなったら、これが不法侵入、こいつらこれ不法侵入だから勝手に追求されるゴキブリ、どうします他のとこもつけちゃっていいですか、はいお願いします、もうどんどん行ってください、大丈夫ですか、はい、あこれですね、うん、よっしゃ、だからもしかして今日寝て明日起きたらそんなにゴキブリが死んだかもしれない、まあそうっすね、その可能性、転って転がったかもしれない、確かにもうあいつの遺体を見るまでは、ただ向こうも多分俺らがここまで徹底抗戦してくると思ってなかったらビビっとると思うよ、多分ここまで攻撃してくれるからもう攻め込んだと思ったらすごい反撃されたから相手向こうもビビっとると思って、マジでこれすらもうあいつくぐり抜けてどうする、まあそれはだから恐ろしいです、学習能力が高いからやつら、その可能性もあるやん、あるやん、だから俺はもう攻撃を緩める気がない、ああ言ったら個体値で高いやつ倒れやん、ゴキブリも多分、まあでも俺の家に踏み入ったこと後悔させてあげるまあ、だから普通ここまでせえへん、徹底的に俺はあいつ追い込んで、でも一回そういう恐怖に陥れられたわけだから、いやそうその恨みや、そう、俺も徹底的にあいつが生きたんで止めるまではもうその姿を見るまではずっともう、金をいくら投資してもええから、そう関係ない、そのそれは資産を投資して追い詰める、徹底的にここまでやるんやぞっていうと見せるやん、ゴキブリに対して一回やっぱ見せしめで言っとけば、また他のゴキブリもビビってこんから、ゴキブリ業界をあれ震撼させるん、こいつの家だけは、あいつネットワークすごいから、ゴキブリ業界あいつでも無理やった、やめとけと、あいつマジやばい、あいつのディフェンスやばい、途中まで行けたけど、ディレクト、ディレクト、やばい、何本になったんですよ、クッションなんか、おるんだと思って、なんかここまで徹底的に行かれるとは思ってへんやな、いや、それはもうちょっと姿見せるだけで、かなり後悔したと思って、居心地のいい見つけたなと思って、俺の前に姿現した瞬間これやから、数時間前はほんま何も見えへん、暗闇、真っ暗闇、もうフラッシュ覚えてないポケモンみたいな感じだったから見えへんと、洞窟の中で何にも見えへん、敵に襲われる感覚、そうすめへん、秘伝マシンフラッシュを手に入れたっていう状態やな、ただ、岩砕きがなくてまだ先進めるね、ほんまそんな感じ、邪魔したもんな、そう
一個。だからそこの初期戦だけぶっ壊して、そこしとめたらもう終わりよ。もう一切だから入れへんようにするんや。まあ、結構リアルにきついからな。で、毎日リビング来るときに、おるかもしれへんっていう恐怖で生活せなかったんや。いや、それはすごいな。でかすぎるやつ。今まで安心して何にもなってないと思ってたわけ。それがゴキブリ見せただけで、こういうとこそういうときも、なんかゴキブリおるんじゃないかと思いながら生きたわけやから。それきついじゃん。きつすぎるってすんの。ありがとうございます。殺虫剤みたいです。これ、コンシールジュのアースを入りましたね。それ入ってますか？入ってると思います。アースって効くんですか？ゴキブリに。大丈夫ですよ。じゃあこれで倒します。かかれば 100% 死ぬんで。なるほど。ただ遠くからかけても近距離でかければ100% 死ぬんで。あ、ということで今回ですけども、アールズホールディングスっていうね、業者さんに依頼してやって、まあすごい効果感じましたね。これなんていうか、ここまで徹底してやってもらうと、まあ安心できるというか。なかなか業者によっては防げない業者多いらしいですね。防ぐっていうことまでしないみたいな、はいはいはい、駆除はするけど経路まで防がない業者が多いらしいので、うん、防ぐ業者っていうのを結構でかかったなと思いますね。僕として書いてます、まあ、結局だから再犯をどんだけ防げるかが大事じゃないですか、まあ、今家の中にいるゴキビルを駆除するのはもちろん大事だけど、うん、結局その2回3回を一緒やん。いや、それがなくなるようにするっていうのをしてもらったのがかなりでかかったかなと思うんで、もしゴキブリとか困ってる、結構いろいろやってるっぽいんで、害虫駆除から消臭消毒とか前の清掃とかね、まあ、もし困った方がいたら利用してください。はい、そんな感じで今回は終わります。ありがとうございました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 。お願いします。ありがとうございます。いやー、マジ助かった。うわ、すごい。はい、なるわ。救世主。救世主、救世主、それもほんまに。完全なかったな。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、かっこいいなー。頼りの神かマジで。いや、プロってやっぱかっこいいなって、やっぱ思わされるというか。プロの仕事見たわ。専門家ってすごいね、やっぱ。ビビってないもんね、やっぱ。たぶん、ビビっとって仕事ならないのけど、でもやっぱその、安心感。まあ、もちろん5万円高いけど、5万円でめちゃくちゃ大きな安心を得たっていう感じ。ゴキブリ、駆逐編。まだ続くんでね。楽しみにしておいてください。面白いと思ったら高評価とチャンネル登録してください。僕はもう寝ます。